前回のカズマリ。っていうか待てよ待てよ、その前に今日めっちゃ久々じゃね。カズモリさんバタバタして1週間ほどプレイしておりませんでした。さて今日まさか荒れ果ててるのか。はい、どうもこんにちは、カズモリでございます。興味どうしたんだろう、骸骨に興味しました。いやそれもお久々でございますね。いやバタバタしておりました、バタリアンでございます。いややっぱね、年末に何についてね、忙しくなってくんよね。ほんでうちね、実写動画やっておりましてね、最近 iPhone やら何やらいっぱい発売されて、もうそっちの方にずっぽしでございました。はいやっぱこのね、あつ森さんはこういうなんか普段の話ね、ある意味ラジオ的な感覚で使えるからいいよね。あー皆さん元気そうで投げおいでございます。お前新入り桜島さんか。あごめんごめんごめん、全員とね、全員とずーっと会ってないよ。待て、村どうなってんかちょっと見てっか見てっか。これまずお買い物から行ってみよう。お買い物から、待て、さっき鳥のチュンチュンもいたんだけど、31日、うわマジかよ。うーわちょっと予定あるんだけど、これ夜5時から、うわ予定あんだけど、ちょっと5時だったらギリギリできるかな、ハロウィン開催のギリギリの時だったらさ。うわマジかよ、あパンパンにできてるわ。まずちょっとこちら回収して、いやーもうちょっとハロウィン出したら出してかんとあかんね。さてこの村が荒れ果ててんのか、そこら辺もねチェックしていこうかと思います。では少々お待ちください、収穫タイムです。はい、水やりも忘れずに。おお割れちゃった割れちゃった。ちょっとショップに行こうか、ショップ。飴玉ゲットせんとね。みんな正直言いなさい、いくつゲットしましたか。タイムトラベルしてる人は なしよ、その人はなしよ。タイムトラベルなしでいくつゲットしましたか。ぜひ教えてください。なんか欲しいもんあるかな。やっぱこれだよな、飴玉よ飴玉、買っちゃう。多分ね、5、6個ぐらいしか攻撃できんと思う5、6個当日5、6個分しかいけんだよこれ。他にもカラフルなジョロ、いこういこう。まあこんなもんよ。まあでも今月言ってみたら、虫もいるし、まあ、魚もいるし、海の幸も全部捕まえたからね。もうお前やりきった感はすごいよね、今月ここまでやり込んだかと。だから何も追われることのない夏休みを過ごしてる感じ、わかる？みんな追われることのない夏休みだよ、すごくねマジで。どこだったっけ、ここか。あ、OK ですね、はい完璧でございます。さあというわけで島の荒れ果てチェック行ってみましょう。大丈夫かこれ。いや意外と待って、びっくりするぐらい大丈夫な気がするんだけど、ここまで荒れないもんですかこれ。おお久しぶりじゃん。全然ログインすらしてなかったよ。悪い。これ毎日少しずつこれ下がってくんかな、これ好感度っていうか。サンタドラーか。もう全然みんな写真くれないんだから。あ、あれ果てポイントチェック。チェック入りました。あれ？嘘でしょ。綺麗すぎん？待て、島の評価見に行ってみようか。今言うてね、1個分のやつしか、まあ、拾ってないからさ。おお、ジャスティスもいるやん、ジャスティスも。おお、ハロウィン気分になってんね気が早いよー。いや、今年そんなパーティー的なの多分ないと思うんだけどな。あんの今年ってハロウィンパーティーってさ。いやぜひ教えて、これ教えてください。多分地元のないんだよな、そんなパーティー的なの。島の評判、オシャン島の評判を教えたいのですね。現在の評判、うわ嘘でしょ、1週間ぐらい放置してもそんぐらいいい評価なのこれ。全然あれは出てない1週間放置マジかよ。なちょっとこっちの方なんかないかな。ちょっと雑草、ちょっと全体的な雑草抜いてくるわこれ今回。いやちょこちょこ割るんだけどさ、かわいい量に、今のところで3雑草、はい4雑草、意外と本物なの、はい5雑草、
そういえば常吉のイベントも全然やってんな最近。常吉ちゃん、これも一応まあゴミの一つではあると思うんだけど、ないね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 、雑草この辺の。はいはいはい、これ1個雑草増えるとね、まだ増え始めるっていうのもあるんだけど、いやそれにしてもだな。あー、ここ2箇所でしょう。で今のところで11雑草、意外と少ない。除草剤撒いたかな、除草剤。塩撒くよりかは除草剤撒いた方がいいとか聞くけどさ、世の中的に。わっ、お前は、おお、来てくれたの、ダーリー、ありがとうな。いいな、え、ダーリーの家いいな、これ。こういう統一感ってあるんだ、これ。これめっちゃ高いのばっかじゃね、これ。ちょっとダーリー、めっちゃええやん、お前の家のやつ。え、黄金の棺から、あ、すげえ、ただの こいつ金持ちだわ。いるよねー、金持ちって世の中に。わかるわー。うちのあのやつだとさ、あの小さい頃、まあ家でかいももちろんあるんだけど、家でかいマウントもあるんだけど、やっぱテレビがでかいとかって結構なマウントだった気がするよな。もうテレビでかいよ、あの29インチとかさ、まあ、今だとね、うわちっちゃってなるんだけど、昔のブラウン管ってやつだとね、もうめちゃめちゃ大型よ、それ29とかさ。さらにね、もう40インチ近くのやつも売ってたかな。それになるとね、もうマジで100キロぐらい。マジ重たいからね。引く重さよ、引く重さ。いや、知ってるかな、ブラウン管が一番画質いいとか言われてた時代もあったんだけど、いやマジ重たいんだよ。いやいや、そのとりあえず金持ちアピールのマウントの話はよくて、よくこいしょ。ここは質素そうだよな。桜島の家マジやべえわ。カズマリ、おいっす。わー、作ってる作ってる。そう、ハロウィンまでに全部貯めたいと思ってたんねよ。ハロウィンになっちゃうよ。作ってみたいっす。よーしよしよしよし、これで、ちょ、これで、え、何種類いったんだろうこれ。イエイ、ちょっと今回作ってみよう。結構来たと思うんだけどね。うわ、ゴールデンアーマーシューズも作れるようになってる、いつの間にか。オレンジのカボチャ3つと柔らかい木材、ハロウィンなっちゃうね。あー、なるほど。今、1種類と、1、2、3、4、5、6、7種類作れるようになったんだけど、どう？今のオラの調子、どうよ、これ。7種類、多い？コンプリート？これ。いや、まだまだありそうだよ。まあ、絶対まだまだある。絶対あるわ。まあ、ちょっと家の前とか豪華にしていきますかね、本日。あの木材もコリコリしないといけないし、いや毎日やることがいっぱいですよ本当に。ちょっとコリコリしていきますか。はい、まずは蜂さんをね除霊していく。あとはコリコリ。よし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 、では雰囲気をさらに盛り上げていきますか、雰囲気を。ちなみに、捕まえた雑草17個でございました。よーし、作るべ作るべ。これも作らなあかんやろ。あ、よっこいしょ。スタンド2つぐらい偶数で作っていくといいかな、偶数で。はい、よいしょ。2つ、あと何だ。あ、これもあんま作ってないな。さあ、ではちょっとこっちの方をきれいにしていきますか。こう、もうちょっとね、なんとかできそうな感じするするよね、これは。うん、もうちょっとなんとかできるはずだからさ。さあ、作っていきますよ。おお、ハロウィンなスタンドだよな。あ、すげえ、表と裏でデザイン違うんだこれ。うわ、面白いこれ。こうか、ほんでこっちは逆方向。うわ、面白い、これええね。こうしてええやん。うわー、バランス整ってきたよ。いいよいいよ。これ邪魔だな、こう。邪魔、引っかかる。ほら、ふぅ、こちらも完成でございますね。この高低差を使った。うわ、美しい。
というわけで本日終わりたいなと思います。いや思った以上に荒れてなくてさ、多分雑草もね20個ぐらいで終わったんじゃねえのかなこれね、20個ぐらい。私みたいな人もねもう多々いっぱいいらっしゃるかと思いますので、まあたまにはねあの島の様子見入っちゃったけど、うわあるわ、まだまだまだあったわ、いろいろ見入っちゃってください。というわけで本日はこんなとこで、またハロウィン来てな、またハロウィンの日もねお会いいたしましょう。バイバイ。